ねえ、ターボチャージャーちゃん知ってる？クラウンに続いて、センチュリーも SUV になるんだってさ。その話なら知ってるぞ。計画では2023年に発売という話だよな。まあ、正確にはセンチュリー級の超高級 SUV を発売するって話だがな。しかし随分、勉強熱心だな。最近、しくじり車に敏感になっちゃって。おいおい、販売前からセンチュリー SUV がしくじり車と決めつけるのは早すぎないか。そうかなぁ。私のしくじり車センサーがめちゃくちゃ反応しているんだけど。天下のトヨタが超高級 SUV 市場に参入するということは、何かしらのメリットやニーズがあるからだと思うんだが。確かに、SUV は世界的に人気だけど、超高級 SUV なんて需要はあるのかな？需要はあるさ。今や欧州の高級車メーカーがこぞって高級 SUV を開発、販売しているからな。その流れに乗るために、センチュリー級の超高級 SUV で市場に参入するってことなんだね。その通りだ。ま、それがトヨタの販売網で売れるかどうかはまた別の話になるけどな。超高級 SUV って、どのクラスから当てはまるの？私的には2000万円オーバーの SUV は、超高級 SUV にクラス分けされると思っているぜ。レクサス、LX とかポルシェ、カイエンとかは、特にカイエンは2000万円超えるものもあるでしょ。LX は高級 SUV 止まりだな。難しいところだが、カイエンも量販グレードの値段を考えると超高級 SUV とは言い難い。あくまで個人的な意見だけどな。スーパーカー並みのスペックと価格を実現しているなら、それは間違いなく超高級 SUV だろう。具体的には、どんな車種があるの？代表的な車種で言えば、ランボルギーニ、ウルス、ロールスロイス、カリナンなどが挙げられるぜ。ああ、なんか聞いたこともあるかも。ウルスは 4.0 リットル、V8 ツインターボエンジンから、最高出力650馬力を絞り出すモンスター SUV なんだ。V12 ツインターボエンジンを搭載するカリナンは、優れた走行性能とラグジュアリー性を両立している。見るからに高そうな SUV たちだね。一体おいくら万円なの？ウルスが3068万円から、カリナンが3920万円からだ。オプション次第で値段はさらに跳ね上がるけどな。やばすぎる。庶民には高値の花すぎるよ。まあ、一生手の届かない価格帯ではあるよな。自然吸気ちゃんはどんな SUV が好みなんだ？私はマツダの上品な SUV が好きかな。CX-5 とか CX-30 とか、とても素敵だと思う。あとは、走り重視のスポーツ SUV も気になるかな。ベゼルツーリングとか、ジュークニスモとか。もしマツダにスポーツ SUV があったら、喉から手が出るほど欲しいんだけどね。あるぞ。走り重視のスポーツ SUV。マツダにそんな車あったっけ？すでに生産終了しているが、マツダ、CX-7。この車も当時としては立派なスポーツ SUV だぜ。このチャンネル、ブンブンキャスト、では、名車の歴史や車の雑学などを解説しているぞ。隠れた名車を解説していくしくじり車シリーズをはじめ、車好きならワクワクするコンテンツを発信しているよ。最新の動画を見逃さずに済むように、まだチャンネル登録をしていない人はぜひチャンネル登録をしておいてくれよな。それでは、ゆっくりしていってねー。ということで、今回は CX-7 について解説するぜ。CX-7 はマツダが販売していたクロスオーバー SUV だ。日本での販売期間は2006年から2012年。一応 CX-5 の先代モデルにあたるらしい。日本ではってことは CX-7 自体は日本国外でも販売されていた車なの？自然吸気ちゃんの言う通り、日本とほぼ同時期に北米市場や欧州市場を中心に販売されていたぜ。あとは2014年から2016年に中国でも販売されていたな。他の市場とは販売時期がずれているけど、それって、もしかして生産した分が余ったから中国で販売したの？まるで在庫処分セールみたいな言い草だな。まあ、CX-7 がしくじり車なのは事実だけどな。そこは否定して欲しかった。中国の自動車メーカーとマツダの合弁会社で、CX-7 を生産、販売していたから在庫処分とはわけが違うぜ。なるほどね、それにしても変なタイミングだね。そのあたりに関しては私もよくわかっていないが、中国市場は他の市場とはちょっと特殊でな。例えば、マツダのフォードアセダンであるアテンザが、初代から現行までの全てが併売されていたりする。それはよくわかんないね。古い車でも売れるってことなのかな。話を戻すぜ。
もともと CX-7 は、北米を中心とした海外市場への輸出をメインに開発された SUV だ。なるほどね。結構サイズが大きいように感じていたけど、それはそういう事情からか。そういえば、さっきスポーツ SUV って言ってたけど、そもそも CX-7 はどういった経緯で生まれた車なの？ CX-7 の元となったコンセプトカー MX クロスポルトは SUV の新しいカテゴリーとして、2005年に初公開された。その新しいカテゴリーっていうのが、今でいうスポーツ SUV ってことなの？今でこそスポーツカーのようなフォルムの SUV が増えてはいるが、当時は結構斬新だったんだぜ。確かに、一昔前の SUV ってテールゲートにスペアタイヤを装着していて、アウトドアでバリバリ使えるってイメージだよ。当時のスタイリッシュ SUV としては、SUV の元祖であるトヨタ、ハリアーか日産、ムラーノなどが挙げられるな。しかし、ハリアーやムラーノは乗用車とクロカンの融合だから、SUV とスポーツカーを融合させた CX-7 は、さらなる派生となる。市場の期待値も高く、スポーツクロスオーバー SUV、というキャッチフレーズで CX-7 はデビューすることとなったぜ。そして、当時としては斬新すぎて結局しくじってしまったのね。おいおい、CX-7 を語り尽くす前に勝手に話を進めるのはやめてくれよな。ごめん遊ばせ。気を取り直して、次は CX-7 の特徴的な外観デザインについて解説していくぞ。低く抑えたルーフや流線形フォルムは、スポーツカーのような雰囲気だよな。今で言う、クーペ SUV みたいな感じだね。どことなく MPV っぽさもあるけど。コンセプトは、従来の SUV のカテゴリーを超えて、スポーツカーの領域に踏み込んだデザイン、らしい。日常生活の中で、スポーツカーの非日常感を堪能できるような車に仕上がっているんだぜ。ふーん、面白いコンセプトだね。昨今の車に足りない要素かも。引き続き、外観デザインを細かく見ていくぜ。まずはフロント周りだが、何か思うことはあるか？どっかで見たことあるデザインなんだよね。個人的には、RX-8 を意識したフロントマスクに仕上がっていると思うんだが、どうだろうか。そうそう、確かに RX-8 に似てる気がするよ。もしかして、スポーティーさを演出するために、あえて寄せたとか？少々安直すぎる気もするが、そうなのかもな。当然だが、鼓動デザイン、は採用されていない。でも、この頃のマツダの車って、全体的に雰囲気が似ているよね。マツダは他の国内自動車メーカーよりも、一足先に統一デザインを採用していたからな。え、そうなの？ CX-7 にも採用されている五角形のフロントグリルは、ファイブポイントグリル、と呼ばれる統一デザインだぞ。レクサスとか三菱みたいな強烈な個性はないけど、言われてみれば最近のマツダも五角形グリルだね。5チャンネル体制の失敗から、マツダは少しずつだが、ブランドイメージを大切にする企業になったんだぜ。さて、次は CX-7 のサイドをチェックしていこう。フェンダーに厚みを持たせているところが特徴的だな。力強さとスポーティーさを表現しているぜ。フェンダーのもっこり感からも RX-8 っぽい雰囲気を感じるよ。A ピラーの傾斜の強さや、ノーズからテールにかけての流れるようなルーフラインはやっぱりスポーティーだな。確かに、改めて見ると結構攻めてるかも。最後にリアだが、つるんとした造形を採用している。リアフェンダーと連続するバンパー形状も特徴だぜ。テールレンズはクリアなんだね。フロント、サイドに比べると個性らしい個性はないから、サクッと切り上げて、次は CX-7 の内装をチェックしよう。はい、お願いします。この頃のマツダの内装は、質感があまり高くない。言い方は悪いが、安っぽさを感じる内装なんだ。しかし、CX-7 の内装は比較的上質感のある仕上がりだぜ。樹脂部分が多いなど、欠点がないわけじゃないけどな。確かに、全体的にスッキリとした印象を受けるし、品のある内装デザインに仕上がっていると思うよ。お、結構気に入ったみたいだな。思い切って買ってみたらどうだ。素直に内装は良いと思うよ。内装はね。そんなに、内装は、を強調するなよ。まるで内装以外はダメみたいじゃないか。そういう風には思ってないけど。でも、しくじり車なんでしょ。それはそうなんだが、結論を急ぎすぎるな。まだ CX-7 の解説は残っているんだぜ。なんだかな。次は CX-7 がスポーツ SUV たるゆえん、スペックについて迫っていこう。CX-7 が搭載しているエンジンは、2.3L、直列4気筒直噴ターボエンジン。最高出力は238馬力、最大トルクは 35.7kg を発生する。
較的パワフルなエンジンに仕上がっているよな。なかなかスポーティーで良いじゃない。これは期待せざるを得ないかも。駆動方式は FF と 4WD。 ドライブトレインは同時期に販売されていたマツダスピードアテンザと同じだな。マツダスピードアテンザって何だっけ。アテンザのスポーツモデルだ。結構過激な特性で、未だに熱狂的なファンが多いことで知られているぜ。つまり、マツダスピードアテンザの SUV 版が CX-7 っていうことになるの。エンジンの出力自体はアテンザの方が上だから、全く同じ仕様っていうわけではないな。そうなのか、ちょっとがっかり。まあ、最高出力が約40馬力も違うからな。とはいえ、それでも十分な性能だと思うぞ。4WD はアクティブ、トルクスプリットで、後輪に最大 50% のトルクを配分する仕組みだ。降雪地域でも安心だね。サスペンションは前にストラット式、後ろにマルチリンク式を採用している。これはプレマシーからの有用だな。余談だが、プレマシーも走りの良いミニバンだったんだ。コンセプトも近いし、有用は自然な流れだね。トランスミッションは 5AT ってところかな。残念、トランスミッションは 6AT だぜ。しかもマニュアルモード付きのな。車両重量は 1650kg から1740kg となっている。重量は車格相応だけど、全体的にスポーツ志向の設計で、走りが楽しめそう。スポーツ SUV を名乗るにふさわしいね。さて、ここからはお待ちかねのしくじり解説だ。なぜ CX-7 は販売不振だったのか、紹介するぜ。スポーツ SUV としては魅力的なんだけどなぁ。まず、CX-7 が日本で売れなかった要因の一つに、ボディサイズが大きすぎたことが挙げられる。うすうすは感づいていたけど、やっぱりね。具体的には、どのくらい大きい車なの？まず、CX-7 のボディサイズだが、全長 4695mm、全幅 1870mm、全高 1645mm。わかりやすく CX-5 と比較するが、CX-5 は全長 4545mm、全幅 1840mm、全高 1690mm。全長と全幅は、CX-7 の方が大きく上回っている。特に、全幅 1870mm というのは致命的だな。CX-5 よりもさらに一回り大きいんだもんね。当時の感覚だと、さらに大きく感じただろうし。そもそも CX-7 は海外市場に向けた車だから、日本の道路事情には適していないんだよな。今ほど SUV 自体が売れまくる時代でもないし、ちょっとこのサイズ感は攻めすぎたように感じる。でも、台は小を兼ねるっていうし、その分車内が広いなら問題なしだよ。その車内が狭かったことも、CX-7 のしくじりポイントの一つなんだぜ。おお、車内の寸法自体は車格相応なんだがな、特に後部座席と荷室が狭くなっている。どういうこと？スポーティーさ重視で A ピラーを傾斜させているから、前席の空間を大きく確保する必要があったんだぜ。つまり、そのしわ寄せが後部座席とラゲッジスペースに来てしまったのね。しかも、競合車であるハリアーやムラーノに比べて、CX-7 はフロアが高かったため乗降性も悪かった。実用性で劣るのは、確かにマイナスだね。フロアが高いと荷物を乗せるのも大変だし。フロアが高くルーフが低いってことは、車内に窮屈感ができてしまう。それもあって CX-7 は狭いと言われていた。そして、車内空間を犠牲にしてデザイン性を追求した割に、さほどかっこよくないというのも微妙にしくじっているよな。くさ、触れたらダメなんだと思って言わなかったけど、正直、絶妙にかっこよくないもんな。特に顔とか。話は変わるが、自然吸気ちゃんは CX-7 がどのくらいの価格で販売されていたと思う？一応 CX-5 が後継モデルになるんだよね。CX-5 の価格が約270万円から、ということを考えると、発売当時の車の値段も考慮して、240万円くらい。実は CX-7 の発売当時の価格は300万円から、なんだ。現在の CX-5 どころか CX-8 よりも高価だったんだぜ。今から15年以上前の車だよね。ちなみに、当時のハリアーよりも40万程度高い。元祖高級 SUV も真っ青な価格設定には驚きだよな。ちなみに、CX-7 発売当時の300万円って、どんな車が購入できる価格帯なの？トヨタ、ランドクルーザープラドが320万円くらいだから、ちょっと高いが大体同じくらいだな。プラドと同じくらいって、高級車に片足突っ込んでない。
当然、販売が好調とは言えなかったから、後に295万円の廉価グレードを設定した。それでも高いけど、頑張ったんだね。どうやって安く抑えたんだろう。標準装備だったナビをオプションにしたんだぜ。だが、それでも販売が上向くことはなかったんだ。一度割高な印象がついちゃうと、なかなかね。CX-7 は価格だけじゃなく、維持費も高かったのが悪かった。マツスピアテンザと同じエンジンだから、燃料は廃屋。しかも、燃費はリッター9キロ前後と悪い。サイズの割には検討しているんだけどな。マツスピアテンザと比べて出力が低下しているのに、廃屋指定かつ燃費が悪いのは残念極まりないね。タイヤサイズも 235-60R18 しか用意されていないから、タイヤ交換する際もそれなりに高額になってしまうぜ。せめて17インチの設定があればよかったのにね。CX-8 だって17インチの設定があるんだから。さて、そんなこんなで販売不振に陥った CX-7 だが、発売後の評価自体はそれほど悪いわけでもなかった。見た目に関しては賛否両論あるものの、スポーティーなデザインは好評だったしな。走りに関しても、やはり燃費の悪さが目立ってはいたが、エンジンやハンドリングは高い評価を獲得していたぜ。車自体は悪くないけど、街乗りでの使い勝手の悪さやランニングコストを考えると。って感じか。個人的に、デザイン重視のスポーツ SUV というのは、時期尚早だった感は否めないな。悪くはないんだが。現在は受け入れられているカテゴリーだし、当時のマツダには先見の明があったんだね。プレミアムブランドを目指している今だからこそ、マツダは CX-7 のような車を発売するべきだと思うぜ。もし、CX-7 が復活するとしたら、エンジンは CX-5 の 2.5 リットルターボかな。最高出力は230馬力と CX-7 の方が上だが、トルクがめちゃくちゃ太いから乗りやすい。レギュラーで低燃費と、CX-7 のエンジンの欠点をうまい具合に解消できているしな。ただ、ちょっと物足りなさもあるから、今後登場する新エンジンに期待したいぜ。直6エンジンを開発中なんだっけ？ああ、新しいエンジンは 3.0 リットル、直6スカイアクティブ X、同じく 3.0 リットル、直6ディーゼルターボが噂されているぜ。良い意味で今のご時世にそぐわない、刺激的なエンジンを期待したいな。さて、今回はこのあたりでおしまいにするか。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録をお願いします。グッドボタンもよろしく頼むぜ。それじゃあ、またねー。